無理しなくていいの、テオくん。君、読み上がりでしょ。そんな読み上がりの君のために。だとしても、ちょっとは無理せえ。あええということで、テオくんがちょっと読み上がりということで、俺ね、たくさん栄養のあるものを買ってきました。ほい。バカになっちゃってんだ、もうバカになっちゃってんだ、そこまでバカになっちゃってんだ。風が、まあ、悪化しないようにというか、はい、まあ、栄養のたくさん、栄養たくさんとって、ゆっくり休んでっていう意味を超えて、栄養のあるものたくさん買ってきて、俺がテオくんに振る舞います、今日は。おう。ちょっと嫌な顔したね、今。なんでちょっとね、料理を作っていきます、今日は。僕のオリジナル料理だ。お、お、綺麗じゃん。すっごい綺麗なの、今。ね。テオ。はい、行きます。はい、ということでキッチンに移動してきました。はい、まあ、とりあえず俺が買ってきた食材紹介しましょう。こちら夢未来のみかんでございます。果物に関しては一番高いの買ってきてる。500円くらい、LL サイズ、ちょっと大きめのね、こちらです。そしてまあ、何はともあれ数といったらこれですよね。リンゴ、いや万能、リンゴ万能ですからね。読みなさい読みなさい、あなた大切なものを。こちらバニーニ、あとこちらバニーニ、こちらですね、ぶどうになっております。好きでしょ、ぶどう。バニーニ、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 バニ、大丈夫。全然元気やん、お前。あ、これ俺のためにだって。うん、いや、そうだよ。企画説明何も聞いてなくて。なんで聞いてないの。なぜ聞かない。これ何で何作ってほしい。何も聞かないやん、人の話。それ皮食べない。フルーツオーレは自分で作れるのかな。違う、この企画違うよ。テオ君体調悪そうだから大切にしてもらえるために。ありがとう。やりづれない。頼む、作ってくれ。じゃあそしてこちらキウイです。キウイもめっちゃビタミン C 入ってるから。そしてメロン、そして最後にイチゴです。これをちょっとね、今回ミキサーにかけてフルーツジュース作ろうと思う。やっしっしっ。病人の僕は寝てればいいです。まあ、横で見守っててもいいですし、何でも大丈夫や。ここにいます。じゃあまずは、ごめん、まな板取ってきてもらっていいかな。まな板キッチンから出なきゃいけないとこにあるんだ。よしということで、じゃあまず簡単なやつから切っていきましょうか。まずはイチゴでございます。いちご4つくらい切っていきます。いちごはね、これ食べ盛りのいいやつ選んできてますから。で、次みかんです。こちらも甘々のやつをね。ほらほら、すごいよ。ほらほら、これみかん。いや、秒じゃん。これどうせなら中身ね、これ出したいよね。ほら、いや無理よ、やめてき。あ、でも結構綺麗ね、ほらほらほら、いい感じいい感じ。え、でも皮の部分でも栄養あるからね、そのままでしょ。お久しぶりですね。どうしました。皮栄養あるで、みかんはそのまま抜かしていきます。そしてですね、久しぶりですね。俺の話にかぶってくるな。そしてこちらぶどうです。ぶどうは皮は食べれないんで、もがいていきます。さあ、種を取って入れましたと。これあれですよね、フレント君が僕たちに断りもなく経費で買ってきたやつですよね。さすがに断り入れてたんじゃない。次はキウイです。はい、先生、キウイはどうやって切ろうかな。僕、キウイの切り方知ってますよ。ここですか。いや、真ん中から真っ二つ。真ん中から出すパターンで、そっからスプーンでえぐるんです。そうなのかい。この辺で一回区切り入れてみて。こんな姿いる。そんなキウイ見たことない。こんなキウイ見たことない俺。すり傷やん。よし、できたできた。はい、これでキウイ剥けましたね。キウイ剥けました。一番スカイハウスで汚い人間の部分。じゃあ次は、まあ、ねえね、料理人レザー着てるってめちゃヤンキーじゃん。デカバナナをゲットした。突っ込め、バナナを包丁で突っ込め。ずっと待ってた、これめっちゃうまい。これもね、このくらいでバナナ好きって言ってたんで、ちょっと多めにね。バナナはね、ビタミン C めっちゃ入ってるから。次、リンゴです。いや、急にメロン爆発したらめっちゃ面白くない。パーンっつって気をつけて、それ慣れてますから、言うて。いいね、いいね、いい調子切れました。さあ、もうすごいよ、すごいよ。そして最後、アンデスメロンです。こうかー、こうかよ。メロンどうやって切るんだろうな。でも真ん中だよね、まずは。わお、
え、こんな種あんの？どうやん？あ、こうやってやんだ、こうやってやんだ。そんなこうやってやんだ、こうやってこんなにもの大きいの作れるの？え、そういうことだよね、だって卵ってことでしょ、これ。うん、栽培してみる。でもなんか中めっちゃキモいだよ。これめっちゃキモくない？あれ、メロンってどういう形で出てくるんですか？えぐられてくる。えぐられてないよ、ないよ。えぐられてない、種取ってんじゃない？え、しんどい。めっちゃ甘そうだよ。え、待って、キモくない？ここビジビジやん。やばくない？ここメロン食います？これ見た後。よし、材料は揃った。じゃじゃーん、シシ。じゃあ今回はこちらをミックスしていきます。よし、じゃあここにミキサーがあるんで、ここに入れていきたいと思います。うぅー、マジか。うぅー、お、大丈夫これ？なんか飛んでくるんじゃない？シュワーって。他にもあったじゃん、これとか。これは大丈夫だよ。だって、こんなにいっぱいあるのに、グッズが。大丈夫。使わないの、これ、一個も。きっとこれだけだろう。本当？まあでも、怖っ。あれじゃない？まあ、一回やってみようか。とりあえず。一回やってみよう。じゃあ、一回入れます。気をつけてー。こう、押さえながらやれば大丈夫です。怖いな、でも。いきますよ。すごーすごい。こんなちょっとで、ね、すごい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 。こんなに一瞬すげえ。こんなに一瞬で、ね、牛乳入れたら美味しいかなと思って買ってきた。あと練乳も。何種類か作りましょうか。よし、これを使って。イエーイ。みたいじゃん。見ないで入ってるって。マジでやめて、俺見てないからそれ。あー怖い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 。そんなガードないな、これそんなガードないんだ。危ねー、本当落ちてきたよ今。お久しぶりですね。ここはあえて敬語で行かさせていただきますよ。これから起こるパーティーの序章に過ぎないのだからに。うわ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 、ほらほらほら、ヨーグルト。おいしそう。一旦これくらいで。練乳です。よし、完成しました。予想はどれが一番美味しいと思う？せーので、指さす。いいよ。これが普通のシンプル、うん、これ牛乳、これ練乳。せーの、ブン。でもフルーツ、もともと甘いからね。さらに甘くなって、甘すぎっていう説もあります。シシ。よーし、食べましょう。じゃあ、テオくんが飲んでください。普通のから飲んでください。あれ、待って、風邪うつんない？大丈夫、気管支炎は全然みたいなもん。はっ、そもそもじゃあ効くんかっていう、それどう？ええグイニー。わかんねえよ。最初酸っぱくて、うん、ってなる。でも美味しい。キャンディーみたい。どの味が強いってことある？キウイが酸っぱいのが一番強い。ああ、キウイの酸っぱさがある。でも、イーって膨らんで、わかんねー。でもそれが今回牛乳入ってどうなるかみたいな気分。まろやかになるんじゃないですか、さ。うん、欲しい。うん、え、めっちゃ軽いな。軽いな、感想。まろやかになったと言えばいいのかな。うん、入れたから。こっちがなんかさっとくるんだけど、こっちはのろーんときて、味あんま変わらない。でも変わらないで言ったら、こちら練乳入れてます。甘いよ、甘いよ。これはこれが一番美味しいんじゃないかと。どう？練乳が邪魔してます。逆に逆に邪魔しちゃった。一番美味しいと思ってたね。あんなにさ、これ絶対うめえよって言ってたら、来てますね。俺も飲んでみていいですか？ああ、キウイ確かに強いかも。うん、まろやかになったね。あんま変わんない。あんま変わんない。でも美味しいの、これ。なんかすごいいろいろ果実が入ってて、これは美味しそうだけどね。邪魔してんの？でしょう。え、なんてさ、邪魔してる。いい甘さ、いい甘さで、ここでなんか2つの甘さが混ざっちゃって、ちょっと違うんだよね。ぶつかり稽古しちゃったもんね。うん、鷹の花親方ということで。あー、うまいこと言ったね。運動し4枚。最後まで見てくれてありがとう。ジンさん、俺のために作ってくれてありがとう。なんとも微妙な味だったぜ。でもビタミン C とか豊富すぎて、次の日から体調マックスになりました。次回のスカイピーさん、 YouTuber さんの一番バズってる動画探したら、やっぱり頭上がんなくなった。そんじゃまた明日もよろしく。ピース。ちょっと食ってくれ。
来るね。良さというか練乳のうまさが来る、ね、じゃあどれが一番美味しいか、せーので当てましょうか。いきます、せーの、じゃん、シンプルイズザベース、イズザベース、スマイルイズザベース、シンプルだよ、そっち、シンプルイズザベース一番美味しくないの、いくよ、せーの、じゃん